はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。一番くじ仮面ライダーガブ&ガッチャード結果報告見てくれましたかね？見ていない方はまずそちらの方をおすすめします。まあネタバレも何も今回サムネしっかり出てるだろうけどね。ってことで今回はこちら2つですね。一番くじでゲットしたデフォルメフィギュアの C 賞仮面ライダーガブ、 D 賞仮面ライダーガッチャードのブリスタードミュージアム、こちらを詳しく見ていきましょう。ちなみにジョジョの方の一番くじフィギュアの動画まだ出していないんですけど、あの後オンライン一番くじの方もやりましたね。そこでラストワン賞のココジャンボをゲットしたんで、そろそろ届く頃だと思うんだけど、現状ココジャンボ待ちです。それじゃあまずはもはや先輩になったガッチャード、一応まずはブリスター飾りの状態で、これ入ってるものに関してはフィギュアだけではなくて台座だったり、あとまあ干渉防止用のビニールかな。一番くじの結果報告の方でも言ったんだけど、多分これあんまり入れっぱなしにしとくと良くないんだよな。癒着がしやすいんじゃないかなって感じがするからね、そこら辺気使った方が良さそうだけど、一応ここら辺のパーツに関してはこの下のところに収納ができる。無色透明だし位置的にもそんなに目立たないってことで、ブリスターから取り出す。実際これどうだろうね、接地面に関しては割と抑えられてんのかな。マフラーとかここの足のあたりとか、なんかギリギリこのブリスターにくっつかないようになってる気がする。接触する面に関しては最低限な感じになってますね。というわけで取り出したんですけど、残念ながら自立はできない。すごいどっしり立ってくれそうなポーズはしてるんだけど、後ろ方向に倒れていきます。普通に飾るときは台座のお世話になりましょう。ってことでデフォルメされたフィギュアだけど、なかなか出来がいいね。頭身は低めなんだけど、しっかりかっこよさがある。なおかつサイズもそこそこでっかい。今までのデフォルメ系フィギュアと比べたらだいぶでっかくなったね。割と僕はこれ好きな方向性ですね。せっかくなんで同じポーズにしてみた。フィギュアツガッチャードとツーショット、こういう並びもなんかシュールで面白いな。ポーズは足を大きく広げてガッチャ。フィギュアツの方はメッキブルーになってるけど、こっちはメタリックブルー。ギランギランのメッキではないけど、こっちもなかなかいい質感。各部詳しく見ていくけど、頭部に関してはそこまでデフォルメは入っていないかな。ボディ隠して頭だけ見たらマスコレぐらいのサイズ感。オレンジの矢印複眼の方はちゃんとクリアパーツ。クラッシャー部分だったり、ここの耳の円盤とか、メタリック部分とはまた違った質感ってのが再現されてる。質感表現の違いなんかもなかなかいいね。ゴーグルとか角とか、このパールがかったシルバーもなかなか綺麗。横方向にシャキンと伸びてる、これもかっこいいね。頭頂部が一番でっかいけど、ここのメタリックブルーの質感いいな。後頭部の方までしっかり色が入ってる。首には白いマフラーつけてるけど、頭部がでっかいからあんまり目立たないね。マフラーにはちゃんと斜めのモールド入り。そしてボディ部分はかなりデフォルメが入ってる。腕とか短いけど細くなりすぎず、太さのバランスがいいね。胸部の真ん中のところへとパッションアタノール、クリアパーツになっていて、向こうの方が炉のように赤くなっている。ちょっと影になって見えにくいけど、炎らしい模様が入ってるね。そしてお腹のところにもこのラインが入っていたり、襟のところにあるバッター足の小ささがいいな。肩アーマーにもバッター足がついていて、左腕の方にはオレンジのバンドで巻かれたカードホルダー、ホルダーの矢印模様も再現されてる。後ろ姿、背中のアーマーもなかなかいい感じのパール感。腕周りとかもシワ造形結構しっかり入ってるね。デフォルメされながらこのリアルなシワ感、だいぶ抜かりがない、そんな印象。お腹にはガッチャードライバー巻いていて、ドライバーに関してはだいたいクリアパーツ、オレンジクリアパーツの上から矢印だったり、このガッチャードの顔、ちゃんとこの黄色矢印が手前の方にあって、ガッチャードの顔の方が1個奥のレイヤーに分かれてる。もうまとめて同じところにやらず、ちゃんとこの奥行き出してるのがいいね。小さいながらオレンジのベルト帯だったり、あ、ちゃんとベルト止めも造形。さすがにケミーライザーまではついてないね。腰周りの方も特徴的なバッターアーマーがへばりついていて、アンダースーツはここら辺とかシワ造形めっちゃいいな。この造形だいぶ素晴らしいね。ガッチャード特有のこのアンダースーツの裾っぽいところ、こんなところまで再現されてるし、なんとなくケツの形がわかる。ももがパンパンに張ったようなこのシワいいな。シワフェチとしてはなかなかたまらんぞこのフィギュア。でもものアーマー、さすがにここら辺はね、クラッシャーとかみたいな感じで別質感のブルーだったんだけど、まあさすがにここら辺はメタリックブルーで統一されてるけど、まあそんなに気になんないかな。ちっちゃ可愛い膝アーマーだったり、スネアーマーの方もこのシルバーラインとか、小さいながら鋭さが存分に再現されてる。靴の方もこの外側に装甲ついてる感じね。ほぼ塗装の省きが見受けらんないから、これすげえわ。で透明ダイザーだから、このまま足裏の方だけど、まあここはさすがにね、がっつり接続用の穴が開いてるんで特に造形はなし。デフォルメされつつ、これめちゃくちゃいいな。 A 賞 B 賞出なかったけど、個人的にはこれだけでも結構満足度高いわ。
そしてシーソーガブのポッピングミフォーム、こちらも同じくブリスターに入っていて、台座だったりビニールは足元のスペースに隠してあります。ガブはなんか結構しっかりめに入ってるのが、こう逆さまにしてもそう簡単には落ちてこない。なんとなくこの後頭部あたりで止まってるような、頭を引っ張ることで円と外せるみたいな、そういう感触。そしてガブの方ももうちょっと手添えておくけど、自立はできません。前傾姿勢だから、まあしょうがないっちゃしょうがないのかな。せっかくなんでガブの方もまだフィギュアツは出ていないから、アクションフィギュアと腰落とした同じようなポーズで並べてみました。顔の印象に関してはちょっとこっちの方がなんか縦長に見えるような気がしないでもないけど、まあでもやっぱり顔に関してはそこまでめちゃくちゃにデフォルメは効かせていないような気がする。加えてこっちの方ではふんだんにクリアパーツが使われているから、まあ質感の再現度はちょっと高いかもね。さあそんなわけでお顔の方、グミがアーマーになってるけど、未だにこの形としての明確なモチーフが分かっていない。コメント欄では引っこ抜いた歯を逆さまにしてるっていう説もあったけどね、確かにここのところ歯の根っこっぽいんだよね。動物のような耳が生えたこの頭部、光を当てると見てくださいよ、このツヤツヤ感。顔のこの面の部分はおそらく全体的にクリアパーツ。やっぱりこれちょっと横から見た時の耳の角度好きだわ。ちょっとフラットな複眼の方、ちゃんと向こう側に造形入り、顔の真ん中が紫で塗装されていて、おでこの真ん中には黄色いオーシグナル、縁のところがブルーになっていて、ここら辺は結構透け感があるね。正面から見る分にはそんなに気にならないけど、ここの顎のところが接続、角度によっては接続が見える。ツヤのあるいいお顔をしていて、後ろの方は側頭部になんかへこみがある。ベースの頭部だけど、ここが円形にへこんでるのもなかなか特徴的。まあでも頭部に関してはかなりシンプルな方だよね。形としては頭頂部がちょっと平たい感じ、ちょっとフラットな頭頂部も再現されてる。さっきも言ったけど、サイズ感だけで言ったらほぼマスコレだわ。マスコレ系復活しねえかな、通常の大きさで。そしてボディの方もちゃんとこの質感ね、透明かつプニプニっぽいような感じのこのグミらしさ。胸部の方も青、紫、黄色とグラデーションが入っている。結構クリア感あるから、もともとこういう色なのかな。体に入ってるラインの方もしっかり塗装で、また細かいのがこの胸部の向こう側ね。劇中でも結構頻繁にこのグミアーマーは破壊されて、アーマーがないベースが見えるんだけど、そこら辺もしっかり造形が入ってる。こんなところまで造形されてんのすごいな。あ、でもこれあれかな、ボディ部分が塗装されてんのかね。クリアパーツの裏から塗装っていうんじゃなくて、アーマー部分に多少成型色とした色を入れつつ、ボディの素体の方にグラデーション塗装が施されてるみたいな、そういう感じかな。何にせよ綺麗なアーマーが再現されてる。横広の肩アーマーの方も縁のところがブルーで、真ん中のところが紫と、ここら辺もグラデーションの再現がバッチリ。もう一丁肩にかぶさってるタイプの肩アーマーに、腕の内側のところがギザギザになっていてシルバー、ここら辺もしっかりシワ造形。腕のグミアーマーの方もちょっと色は薄めだけどグラデーション入り、見事な青紫黄色。ラインの方もしっかりと、そう、これもクリアパーツの向こう側に造形が入ってる。手首にはマイナスネジがついていて、このダラーンと垂らした感じのニュアンスがいいね。手の方も出来がいいね。でぐるっと回って、後ろ姿、背中のこのアーマーね、半光沢な感じでマイナスネジのついたアーマー、腰回りもシルバーのシワ造形で若干ひねりが入ってる。お腹の変身ベルト、ガブ、ガブもこれなかなか色分け細かいな。グリップだったり上顎下顎のメタリックレッド、ベロもピンク色になってるし、横のピンクのボタンだったりはベルトのここのストッパー部分、ガッチャンってはまる接続のところも塗装入ってる。中には紫の単色だけどご地蔵がいる。単純にこのベルトの造形もだいぶ細かいね。ご地蔵が単色ってのとはさすがに金の歯の方は塗られていない。いやでもこれだけでも十分ですよ。塗り分けすごいし、腰の横のところにはホルダー、ホルダーのアームが上に上がっていて、何かしらご地蔵がセットされてるけど特に色はついていない。まあ大方ブルキャンだろうね。シルバーのベルト帯でベルト止めの方もしっかり造形。ケツに入ったこの横方向のシワがいいね。正面の腰回りもここのシルバーがまた映えるね、シワ造形に。足を広げて腰落としてるから、こう横方向にシワが入っている。やっぱりここのもものパツパツ感、なんかこだわりを感じるね。でシルバーの膝アーマーにすねんところがこれまたグラデーション、腕と同様の形をしていて、こっちも向こう側に造形。足の方はシルバーだけど動物っぽいような3本の爪がついている。ここのシルバー影もなかなか素晴らしいし、ここの横のラインに関してはホワイトなんだ。あんまり意識していなかったけど、側面にはホワイトラインが入ってんの。シルバー一色になっていても僕は全然気づかなかったと思うけど、足まで丁寧に作られてるわ。で最後足の裏に関してはね、こちらもがっつり接続用の穴が開いてるんで造形はなし。イレブン、スティーブン。
はい、というわけで今回は一番くじ仮面ライダーガブ&ガッチャードでゲットしました。ブリスタードミュージアムのガッチャードとガブの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。これは個人的にかなりお気に入りですね。結果的に当てられてよかったわ。これ今までのデフォルメ系フィギュアからも抜群にサイズがアップしていて、それだけに各造形だったり塗装、質感表現、トータルでなかなか完成度が高いと思います。小さいんだけど大きいっていうのがすごい不思議な感覚。個人的にはだいぶハマりましたね。これはこれだったらビルド系の一番くじ引いとけばよかったな。まあ、逆にデメリットとしてはこの従来サイズ、こっちの方は小さいからだいぶ集めやすかったし、あとまあ生産のコスト的にも圧倒的にこっちよりも安くできるだろうから、いろいろバリエーションなんかも出しやすくて、まあなんかそのロットの中で言ったら個数多めにできたと思うんだけど、それに対して今回は各章2個ずつだからね、置き場所取るし封入率が渋くなるってのがまあデメリットかなって、まあ個人的な意見。そうは思ってるけど個人的にはこれが今後のスタンダードでいいかなって思っています。ブリスターの中に収めたままで飾れるっていうこのコンセプトもなかなかいいと思う。またなんかカミングスーンってことであの01系やるっぽいから、タイミング次第ではこのブリスタード狙いで01の方ももしかしたら引くかもしれません。もし引いたら結果報告だったりこうやってレビュー動画を作るんで、よろしかったらそちらの方もご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。